オンドレー・ホタレックは、チェコ出身、イタリアの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、バレンティーナ・マルケー、ステファニア・ベルトン、ラウラ・マジッテリ。妻は、フィギュアスケートのアイスダンス選手、アンナ・カッペリーニ。2014年ソチオリンピックイタリア代表。2013年ヨーロッパフィギュアスケート選手権3位。チェコ語では、 オンドジェホターレックの方が近い。ここではメディアで広く用いられる、オンドレー・ホタレックを表記として使用する。2015年6月20日、アンナ・カッペリーニの地元コモで結婚した。2017年10月22日、グランプリシリーズロシア大会のエキシビジョンにおいて、ミーシャジー選手が、 セルフィー写真を撮影しようとした際、間際まで足に絡まっていたテープを外していたために、後方で移り損ないそうになってしまった羽生譲る、選手を持ち上げ、移れるようにした。自身は移り損なってしまっているが、優しい一面が伺える。チェコのシングルスケーターだったホタレックは、2006年に、コーチの勧めで、ラウラ・マジッテリとペアを組み、パートナーを同じく、 イタリアに所属を変更した。2008年世界選手権では13位と成績を残したが、翌シーズンのイタリア選手権を途中棄権したところで、マジッテリとのペアが解消され、新たにステファニア・ベルトンとペアを結成した。2011から2012シーズン、ロステレコム杯では、銅メダルを獲得。イタリアのペアが、グランプリシリーズで獲得した初めてのメダルとなった。 ヨーロッパ選手権では体調不良の中、イタリアのペアでは過去最高の4位入賞を果たす。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2戦ともに銅メダルを獲得。ヨーロッパ選手権でも銅メダルを獲得。イタリアのペアが初めて ISU チャンピオンシップスで獲得したメダルとなった。2013から2014シーズン、 スケートカナダで SP、FS ともにパーソナルベストを更新しグランプリシリーズ初優勝。イタリアのペアがグランプリシリーズで優勝するのは初めてのことである。ヨーロッパ選手権では前年より順位を一つ落として4位。ソチオリンピックの団体戦 SP では初めての70点台をマーク。個人戦ではジャンプの失敗が響き11位に終わった。 シーズン終了後、ベルトンとのペアを解消した。その後、バレンティーナ・マルケーとペアを結成。新たに、ブルーノ・マルコットをコーチに迎え、モントリオールとミランで練習を行う。2014から2015シーズン、ワルシャワ杯で、銅メダルを獲得。欧州選手権では、過去のパートナーとのデビュー戦の中で、最も上位の4位入賞となった。 2015から2016シーズン、スケートカナダの SP 前日の練習で脳震盪を起こした。SP を滑り6位につけるも FS は棄権した。詳細詳細。ありがとうございます。